こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は中国ドラマ青函三乱第1話から第20話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。中国ドラマ青函三乱第1話掟破りの至上主のあらすじは以下のようになります。チョン家の四女、チョン・シャオシャンは幼い頃から両親と離れて育ちました。ある日、田舎の別宅で暮らしていた彼女のもとに、長年出征していた両親が帰還するとの知らせが届きます。浪費に指示されたチョン・シャオシャンは馬車に乗りますが、馬車の中には不思議な汗の匂いが漂っていました。その様子を高台から観察していた高禄君副将の林武威は、凱旋早々に武器を盗んだ疑いのある人物を追っていました。林武威とその部下が馬車を停止させると、馬車の中から意外な返答が返ってきたのです。このドラマは、若き将軍と愛されることを知らずに育ったヒロインが、宿命に翻弄されながらも確かな絆を育み、数々の困難に立ち向かっていく大河ロマンスです。ヒット作長加工のウーレイとチャオルースーが再共演しており、中国の大手レビューサイト豆瓣では10点満点中 7.7 点という高得点を獲得しています。中国ドラマ青函三乱第2話したたかな母上のあらすじは以下の通りです。チョン家は大騒ぎになっていました。チョン老夫人の弟が兵器横流しの罪で捕らえられたのです。チョン老夫人と賀氏は彼の釈放を求めますが、チョン氏はそれが不可能だと断ります。一方、林武威は至上主チョン・シャオシャンから送られてきた藁と布切れの糸を理解し、ドン・ツアン・グアンを追い詰めます。チョン家では、チョン老夫人の騒ぎが続き、チョン・シャオシャンは冷静に事態を観察しています。シャオユエイはチョン・シャオシャンの本性を知り、彼女を厳しくしつけることを決意します。そして、チョン老夫人に対しても夫が何か策を講じるのでした。このエピソードは、家族の絆と権力闘争が複雑に絡み合う物語を書いており、視聴者を引き込むドラマチックな展開が期待されます。中国ドラマ青函三乱第3話モヤの主のあらすじは以下の通りです。林武威はドン・ツアン・グアンの証言をもとに、兵器を着服していたのは、元鍛冶師のスー・ジン・ジョンという官員であることを突き止めます。ドン・ツアン・グアンは辺境へ流されることになり、チョン家に別れを告げに来ます。しかし、見捨てられたと感じたドン・ツアン・グアンは逆上し、長年にわたりチョン老夫人や賀氏がチョン・シャオシャンに対して言ってきたことを暴露します。チョン・シャオシャン・ハガ氏の教育のせいで文字がほとんど読めない状態です。一方、年越しも近づく中、チョン・シーの末の弟や息子夫婦が帰宅することになります。チョン老夫人・ハガ氏にもやをチョン・シーら大夫さに明け渡すよう命じるのでした。このエピソードは、家族内の権力闘争と個々のキャラクターの葛藤を書いており、ドラマの緊張感を高めています。中国ドラマ青函三乱第4話毒オバの末路のあらすじは以下の通りです。チョン・シャオシャンの策略により、新しい邸宅に移ることができず、モヤに残された賀氏は、夫のチョンチョンに対して怒りをぶつけます。その時、シャオ・ユエン・イーが現れ、チョンチョンが賀氏を離縁することを崖に伝えたと告げます。シャオ・ユエン・イーは、かつて賀氏が娘を手放すよう仕向けた陰謀を知っていました。その後、崖の太后とチョン・ヤンの舅母がチョン家を訪れます。一方で、林武威は元鍛冶師のスー・ジン・ジョンが潜伏しているとされる鍛冶場に向かいますが、スー・ジン・ジョンは自害してしまいます。スー・ジン・ジョンの首には、林武威にとって見覚えのあるあざがありました。このエピソードでは、家族内の複雑な人間関係や権力闘争が描かれており、登場人物たちの心理描写が巧みに表現されています。中国ドラマ青函三乱第5話新宅に集う新顔のあらすじは以下の通りです。新しい屋敷へと引っ越したチョン家では、正月を迎える準備が進められています。チョン老夫人の三男夫婦とチョン氏の次男のチョンソン。そしてシャオシャンと双子のチョンシャオゴンが帰郷し、
家族は再会の喜びに浸ります。チョンロー夫人は三男のチョンジーを特に溺愛しており、シャオシャンも初めて兄たちと顔を合わせる機会を得ます。一方で兵器の買い手をオウリンブーイーは父親のチェンヤンホーの屋敷で皇帝の命により団らんすることになります。団らんの席にはチェンヤンホーやママ母のチュンユシ、そして縁談の相手でアルユチャン軍主もいますが、リンブーイーは彼らに冷淡な態度を示し、その場を早々に去ってしまいます。このエピソードは家族の再会と新しい生活の始まり、そして主要人物の間の緊張感ある関係性を書いており、視聴者を引き込む展開が期待されます。中国ドラマ青函三乱第6話東絵での出会いのあらすじは以下の通りです。第6話ではジョン・シャオゴンがシャオシャンに送った書託をめぐってチョン家のヌヒたちが大きな争いを起こします。シャオユエンイーはシャオシャンに非があると誤解し、ジョンヤンを守るためにヌヒたちにのみ罰を与えようとします。しかしシャオシャンは母親の不公平さを訴えます。そこで三叔母の三春フアが介入し、事態は収束します。シャオシャンは三叔母の助けを借りて待ち望んでいた東海に参加し、灯籠の謎かけで祭司として名高いユエン・キミコに出会います。一方でリンブーイーも捜査のために東海に訪れており、ユチャン軍主が川で溺れているとの助けを求める声に応じます。このエピソードは登場人物たちの複雑な関係性とそれぞれの立場から見た公平性の問題を浮き彫りにしています。またシャオシャンとユエン・キミコの出会いは今後の物語において重要な意味を持つことでしょう。中国ドラマ青函三乱第7話お初の社交場のあらすじは以下の通りです。チョン家の新屋敷ではチョン老夫人の精神祝いが盛大に行われていました。都の名門生家から多くの人々が集まり、老家のローリーやワン家のワンリンといった霊嬢たちも訪れていましたが、彼女たちはチョン・シャオシャンに対して見下した態度をとっていました。そんな中、宴会で注目を集めたのはジアオドン・ユエン氏の妻子ユエンシェンでした。ユエン家とチョン家との間にはこれまで付き合いがなかったにもかかわらず、ユエンシェンはわざわざチョン・シャオシャンを探し出し、サンオワウェイへの謎の伝言を託しました。一方でシアオ星氏の動向を追っていたリンブーイーはママ母のチュンユ氏から突然屋敷を訪れるよう求められ、ユチャン軍主の精神の宴に参加するよう勧められました。その縁にはチョン・シャオシャンも招かれていましたが、一体何が起こるのでしょうか。このエピソードは社交界の複雑な人間関係や隠された意図を持つ登場人物たちの動きが描かれており、物語に新たな展開が期待されます。中国ドラマ青函三乱第8話喧嘩上等のあらすじは以下の通りです。ルーヤン・ワンフの宴にてチョン・シャオシャン至上氏は珍しい禁止夏目の転身が供されることにより恥をかかされる状況になります。チョン家の人々は禁止夏目を知らず、周囲からの笑いを買ってしまいます。しかしワン・チーチーはチョン家を支持し、武将一門を嘲笑する行為に反対の意を表明します。その後シー・イーランの到着が告げられ、ユチャン軍主は喜びますが、四条氏はシー・イーランを知らないと嘲笑されます。四条氏は席を立ち、シー・イーランに慕われているが興味がないと述べて退出しますが、実際にはシー・イーランを知らず、ワンリンを挑発するためにそう言ったのでした。その後四条氏はリンブーイーと遭遇します。彼は以前ティアンやサケロウの火災で四条氏を助けた人物です。リンブーイーは自分がシーイーランであることを明かし、四条氏は仮病を使って場を去ります。リンブーイーはルーヤン・ワンフが武将を軽んじていると非難し、その場を去ります。ワン・チーチーからの話を聞いた四条氏は、ユチャン軍主がリンブーイーに思いを寄せており、自分の行動で軍主の計画を台無しにしたことを知ります。南昌君はシアオ星氏から縁談を申し込まれますが、彼女には言い名付けがおり、シアオ星氏は諦める様子を見せません。その様子をリンブーイーは見ています。四条氏はユエンシャンジエンと出くわし、師匠の三春フアから頼りが届いたことを知らされます。
牢屋王は南昭君と紫耀正氏がいる場所に乗り込み、破談にすると言い合います。紫耀氏はこの様子を目撃し、波佐尾君から罵声を浴びせられます。三条氏が池に落ちたという叫び声が聞こえると、紫耀氏は現場に急行します。実際には三条湖は溺れており、ローリとワンリンが紫耀氏が池に落ちるように罠を仕掛けていました。紫耀氏は小刀で罠を切り、三条湖を救出します。その後、紫耀氏はローリとワンリンと乱闘になりますが、ユエンシャンジエンが介入して止めます。紫耀氏はルーヤン・ワンヒの前に連れて行かれ、ワンリン派紫耀氏が先に手を出したと主張します。紫耀氏も自分がやったと認めますが、彼女の顔は赤く腫れており、鼻血も出ています。紫耀氏は三条氏を池に落としたことは許せないと述べ、ルーヤン・ワンヒに判断を求めます。証拠がないため、ルーヤン・ワンヒは先に手を出した方を罰すると言いますが、リン・ブーイーが証拠を持って現れ、ローリとワンリンが先に仕掛けたと証言します。紫耀氏は家出を決意し、ユエンシャンジエンの馬車に出会い、中に招かれます。一方、チョン・シャオシャンは従氏のチョンヤンと共にユチャン文書の精神の宴に参加し、よろず家の抜しワン・チー・チーと意気投合します。しかし、東海でリン・ブーイーと親密になる計画を台無しにされた軍主はシャオシャンに恨みを持ち、軍司ら霊嬢たちはシャオシャンを侮辱します。リン・ブーイーが現れ、武将一門を軽視していると非難し、その場を去ります。シャオシャンは席を立ち、紫耀正氏に見初められたはザオキミが言い名付けの牢屋王と言い争う現場を目撃します。その頃、ワンリンらは怒りを収めず、ある計画を企てていました。中国ドラマ青函三乱第9話マヤタンボーのあらすじは以下の通りです。第9話では、シャオユエンイーの怒りが収まるまで、家出を決意したチョン・シャオシャンが、チョン家と親交のある万家に一時的に滞在することになります。よろず家の屋敷には、シャオシャンよりも先にリン・ブーイーが訪れており、食の地形図を求めて満将軍に会っていました。翌日、シャオシャンは万家の庭園にある橋の修理が必要だと知り、ある計画を練ります。その後、ワン・チー・チーを探して馬場へ行ったシャオシャンは、リン・ブーイーから馬の手綱の取り方を学び、さらに重要な頼み事をされます。それは、満将軍が持つ職の地形図が万老夫人の部屋に隠されているという情報でした。このエピソードは、チョン・シャオシャンの冒険と成長、そして彼が直面する複雑な人間関係と政治的な策略を書いています。シャオシャンとリン・ブーイーの関係や、マンイエとの絡みが今後の物語にどのような影響を与えるのか、非常に興味深い展開が期待されます。中国ドラマ青函三乱第10話維持の張り合いのあらすじは以下の通りです。このエピソードでは、リン・ブーイーが紫耀正氏宅を黒光栄に捜索させるも、賊は見つからず、リン・ブーイーは退散します。紫耀正氏は自身が疑われていると感じ、ハンマサへのものの私を延期します。一方、マロー夫人が軍夫人に封じられ、その作法と精神を祝う宴が開かれ、ジョン・シャオシャンは家族と共に万家を訪れます。宴にはユチャン軍主やワンリンも出席し、紫耀氏は橋の下から木を抜き細工を施します。牢屋王はこれを目撃します。ワンリンとローリ派紫耀氏に対して挑発的な態度を取りますが、牢屋王が介入し、ローリをたしなめます。牢屋や小川ザオキミから破談を迫られたという噂が広まり、紫耀氏は牢屋王をかばいます。リン・ブーイーはユエンシャンジエンを誘い出し、紫耀氏はわざと騒ぎを起こし、ワンリンたちがリン・ブーイーに気づくよう仕向けます。ワンリンたちは橋に上がりますが、紫耀氏の計画通り橋は倒壊し、彼女たちは泥水でぐちゃぐちゃになります。マロー夫人は紫耀氏の企みを見抜き、チョン家に通知します。紫耀氏は家食に危険を知らせる立て札を立てていたため、万家に責任はありませんでした。マロー夫人は紫耀氏の気持ちを理解しつつも、自身の行動には責任を取るべきだと考えます。チョン家では、ジョン・シー夫妻とチョン・ジー夫妻が会議を行い、紫耀氏の計画にほころびはなかったため、万家にだけ謝罪することにします。しかし、
チョンシーは至上詩を放っておけば大火を招くと考え、罰を与えることに決定します。シャオユエンイーは至上詩を叱りますが、チョンシーの合図でチョンジー夫妻が介入し、最終的にシャオユエンイーは至上詩を許します。至上詩は罰を受けると言って境内に乗りますが、チョンシーが介入し刑を中止させます。最後に至上詩はチョンジー夫妻と共に旅立ちますが、シャオユエンイーは見送りに来ず、堂のそばでひっそりと見送ります。マロー夫人の精神の祝いの宴が開かれ、万家の屋敷に名家の面々が集まります。チョン・シャオシャンはシャオユエンイーに騒ぎを起こさないと約束していましたが、密かに計画を進めていました。リン・ブーイーが子息たちを庭で楽しませるために回廊に誘います。ユチャン・ブンシュをはじめとする霊嬢たちは子息たちに近づきたいと橋へ移動しますが、至上詩の計画により橋は倒壊します。マロー夫人は至上詩の計画を見抜き、シャオユエンイーに事実を伝えます。中国ドラマ青函三乱第11話猫を追うネズミのあらすじは以下の通りです。青函三乱第11話のあらすじは、チョン・シャオシャンが家賢に赴任するチョン・ジー夫妻と同行することになり、その途中で老家二房の次男老ヤオに追いかけられるというものです。老ヤオは以前シャオシャンに救われて以来彼に好意を持っており、シャオシャンが追い払おうとしても老ヤオは一向に根気強くついていきます。一方政権に立ち寄ろうとした際には、物々しい雰囲気に包まれた場外の様子に不安を覚えます。チョンジーは単身政権に向かい、シャオシャンたちは先に家賢へ向かうことになりますが、山道で軍馬用のひづめの跡を発見し、物語はさらなる展開を迎えます。このエピソードでは愛と陰謀が絡み合い、家族の絆が試される中、チョン・シャオシャンとリン・ブーイーの関係が深まります。チョン・シャオシャンは家族の問題や周囲の期待に悩みながらも自分の道を切り開くために奮闘します。特に姉の貞姉妹は恋愛や結婚に関する困難に直面し、シャオシャンは姉を支援しようとしますが、家族内の対立が浮き彫りになります。リン・ブーイーはチョン・シャオシャンを支えるために積極的に行動し、彼の深い愛情が視聴者に感じられますが、リン・ブーイー自身も家族や過去の問題に悩まされ、彼の背景が徐々に明らかになります。家族や友人の間に潜む陰謀が明らかになり、チョン・シャオシャンとリン・ブーイーはこれらに立ち向かうために協力します。最終的にチョン・シャオシャンとリン・ブーイーは次のステップに進むための決意を固め、新たな展開に向けて期待が高まります。愛と陰謀、家族の絆が複雑に絡み合い、物語の進展に重要な役割を果たしています。彼らの未来にどのような展開が待ち受けているのか、引き続き注目が集まります。ネット上の情報によると、このドラマは復讐に生きる若き将軍と愛されることを知らずに育ったヒロインが宿命に翻弄されながらも確かな絆を育み、数々の困難に立ち向かっていく大河ロマンスとされています。またリン・ブーイーに恨みを持つ左将軍が兵を率いて待ち受ける中、シャオシャンは負傷したリン・ブーイーを馬に乗せて逃亡するなど、さまざまな困難に直面するシーンが書かれています。中国ドラマ青函三乱第12話のあらすじは以下の通りです。不破県では将軍の範政が城外を包囲し、民を人質に取っていました。県令は一族の男たちと共に城外に出て戦うも全滅してしまいます。範政ら族軍は城内に侵入し殺戮を始めますが、リン・ブーイー率いる援軍が駆けつけ陥落の危機を逃れます。一方、霊帝の残党タソと組んだワンノブ姫はシャオシャンとブーイーの命を狙います。水中自殺から救われたワンノブ姫は亡き夫のアダを討とうとシャオシャンを誘い込み罠にかけます。そこには陰謀を見抜いたユエンシェンも鎖につながれ囚われていました。シャオシャンは妊婦の南昌君をかばいながらユエンシェンを鎖から解きますが、廟の地下室に閉じ込められ脱出する術がありません。そこにブーイーが飛び込んできて驚くシャオシャン、すると二人を誘い込んだワンノブ姫が現れ、夫を亡くした恨みを述べ廟の地下室に火を放ちます。
火が回り苦しむ彼らを救いにブーイーの黒子を描きます。地下室から一人一人縄を登らせ救い出しますが、ワンノブ姫が邪魔をしてブーイーだけが脱出できません。大爆発が起こる秒、ブーイーが死んだと思ってブーイーを許すと泣き叫ぶシャオシャン。以上が聖刊三段第12話の詳細なあらすじです。ドラマの展開やキャラクター間の複雑な関係が見どころとなっています。ご覧になる際はこれらのポイントに注目してみてください。中国ドラマ聖刊三段第13話最高への活力のあらすじは以下の通りです。花県に到着したチョン・シャオシャンは殉職した賢霊の孫娘を見舞うために異館へ向かいます。賢霊の一族は全員城外で敵に立ち向かい命を落とし、孫娘は唯一の生き残りとなりました。シャオシャンは異館にいる病人たちに希望を持つよう励まし、牢屋と共に家県の再興のために家屋の修理に奔走します。シャオシャンが発案した資金集めには県庁のチョンジーも感心するほどでした。一方、リンブーイーが自身の傷を放置していたことに皇帝は怒りをあらわにしますが、自社からチョン氏上司の救出のために治療が遅れたことを聞き事情を理解します。このエピソードでは主人公のチョン・シャオシャンと復讐に生きる若き将軍であるリンブーイーがそれぞれの家族のしがらみや宿命に翻弄されながらも確かな絆を育んでいきます。チョン・シャオシャンは家族や恋愛に関する困難に直面しながらも自分の立場を守り強い意志を持って行動します。リン・ブーイーはチョン・シャオシャンを支え彼女のために積極的に行動することで彼の深い愛情が書かれます。このドラマは登場人物たちの運命がどのように展開していくのか引き続き注目が集まります。中国ドラマ聖刊三段第14話私の選び方のあらすじは以下の通りです。このエピソードでは主人公のチョン・シャオシャンが御講師の洗礼を受ける場面から始まります。宴の席で講師たちやワンリンにも負けずに立ち向かうシャオシャンですが、席を外した際に履物を奪われ割れた破片が転がる地面に倒されそうになります。そこへリン・ブーイーが現れシャオシャンを助け出し、悔しがる講師や軍師たちを尻目にシャオシャンを自分の横に座らせます。泣きかけん賢霊の弔いが終わり、なんとか命をつないでいた賢霊の孫娘も死んでしまいます。牢屋王は自らの非力を嘆くシャオシャンを慰め、将来外地で父母官になってシャオシャンと肩を並べて生きていくと誓います。その様子を遠くから見つめていたリン・ブーイーはシャオシャンに会うことなく家剣を後にします。牢屋王はシャオシャンをめとりたいとの旨を兄や母に知らせ、家剣へやってきたチョンシーにもシャオシャンの魅力を語ります。一方、チョン家には早くも牢家から結納の品が届いており、廊下で娘がやっていけるか案じたシャオユエンイーはシャオシャンの決定を軽率だと怒ります。中国ドラマ聖刊三段第15話情愛談義のあらすじは以下のようになります。このエピソードでは主人公たちの運命がさらに複雑な展開を見せます。チョン・シャオシャンとリン・ブーイーはそれぞれの立場と感情の間で揺れ動きながら互いに深い理解と信頼を築いていきます。宮廷内の権力争いは激化し、彼らの周りの人々も巻き込まれていく様子が書かれています。愛と憎しみ、友情と裏切りが交錯する中、二人の主人公は自分たちの運命を切り開くために奮闘します。母から牢屋王への感情は情愛ではないと指摘されたチョン・シャオシャンは情愛に関する書を読むも共感できず、自分の道を貫くことを決めます。三春フアはシャオユエンイーにしばらくシャオシャンの好きにさせた方がいいと忠告します。そんな中、シャオシャンは牢屋王と散策に出かけ、そこで三春フアの元言い名付けであるコウホギに出会います。コウホギの招きに応じたシャオシャンは建物の中でリンブーイーとユエンシェンの姿を見つけます。牢屋王は二人にシャオシャンとの縁談を進めていることを打ち明け、その夜コウホギはシャオシャンたちにある講師とその言い名付けの物語を語り始めます。中国ドラマ聖刊三段第16話の親の心、子知らず、あらすじは以下の通りです。
候補義は酔った勢いで、かつて護衛の娘であるサン・シュンフアを拒絶したことを後悔しています。彼はユエン・シャン・ジエンに、サン・シュンフアが自分との関係を再構築する意思があるかどうかを尋ねますが、ユエン・シャン・ジエン派サン・シュンフアがすでに他の人と結ばれていると告げ、候補義に彼女への執着を捨てるよう助言します。一方、サン・シュンフア派至上氏から候補義が未練を持っていると聞き、至上氏に男性のために自分を犠牲にすることは愚かだと教えます。チョンジー夫妻と別れた至上氏は、両親と共に洛陽へ戻る途中で、脱獄犯のハンマサによる厳重な検問に遭遇し、洛陽への入城が翌日になると告げられます。そこにリン・ブーイーが部下を引き連れて現れ、至上氏に親しげに声をかけます。リン・ブーイーはチョン家一行を城内まで護衛し、チョンシー夫妻はリン・ブーイーが至上氏と非常に親しい関係にあることを知ります。チョン家に戻ると、チョン老夫人がチョンジーの身に起きた出来事について知りたがっていますが、至上氏はそれには関心がなく、チョンジー付きのヌヒに話を聞かせます。その後、至上氏は両親に呼び出され、リン・ブーイーとの親しい関係について問われます。チョンシー夫妻はリン・ブーイーが至上氏に好意を持っていると考え、至上氏が牢屋鬼と継ぐかどうかを尋ねますが、至上氏はリン・ブーイーを利用してでも牢屋鬼と継がせたくないと考えています。シャオ・ユエンイーは至上氏が老家二房に嫁ぐことによって牢屋を守れないと心配し、もう少し様子を見るように説得します。しかし、至上氏は牢屋を逃したらもっと良い相手が現れないかもしれないと考え、シャオ・ユエンイーの提案を拒否します。シャオ・ユエンイーは至上氏が老家に嫁ぐと問題を起こすと心配し、至上氏は牢屋をが外赴任するなら自分も同行すると言います。皇帝はリン・ブーイーがハンマサを追っていることを知り、彼に同情します。両マスがチュンユ氏と結婚し、各君家は精神的に不安定になります。リン・ブーイーは母親のために両マスと距離を置き、ハンマサの脱獄が帝府の責任であるにもかかわらず、アソンたちはリン・ブーイーに罪を着せようとします。皇帝はリン・ブーイーを真の高校者と称え、彼がハンマサを捕らえることを信じています。中国ドラマ「青函三乱」第17話古傑に入りてのあらすじは以下の通りです。ハンマサが脱獄した後、シアオ星氏の配下による口封じの危機に瀕していましたが、リン・ブーイーが先手を打って現場を掌握します。文帝はリン・ブーイーの進言を受けて、楊湾に都への入城を命じます。一方、チョン家では息子の死を探しており、ユエンシェンが自ら名乗りを上げますが、チョンシーやシャオ・ユエンイーは彼の真意を探るのに苦心します。シャオ・ユエンイーは娘に老子の家族構成を理解させるため、シャオシャンを老家に連れて行きます。シャオシャンが嫁ぐ予定の老家二房は、早くに死を失い、老妖の母である双房夫人は大房夫人に対抗できない弱い立場にあります。このエピソードでは、登場人物たちがそれぞれの立場で複雑な動きを見せ、物語に緊張感をもたらしています。特に、ハンマサの脱獄という事件を通じて、リン・ブーイーの起点と文帝の政治的決断が描かれており、ドラマの展開に深みを加えています。また、チョン家の内情や老家の家族関係にも焦点が当てられ、登場人物たちの人間関係がさらに複雑に絡み合っていく様子がうかがえます。今後のエピソードも、登場人物たちの運命や選択がどのように絡み合い、物語をどのように動かしていくのか、非常に楽しみですね。中国ドラマ「青函三乱」第18話「重い人のために」のあらすじは以下の通りです。チョン・シャオシャンは老化という難局を懸命に乗り越えましたが、次なる試練としてチョン家の家塾でユエンシェンが教師を務めることになります。シャオシャンはユエンシェンの複雑な講義を実用性がないと批判し、ユエンシェンはある夫婦の悲劇的な物語を語り始めます。この物語は、シアオ星氏に嫁ぐ予定だった南昭君にも似た状況が発生していることを示唆しています。一方、朝廷では文帝が大使や三王子、リン・ブーイーらを集めて楊湾への対策を協議しています。リン・ブーイーは老子に関連する友人から南昭軍の戦死の知らせを受け取り、出陣を志願します。
そして皇帝に特定の願いを申し出ます。このエピソードは登場人物たちが直面する内外の複雑な課題とそれに対する彼らの対応を書いています。特にユエンシェンの物語と南翔くんの状況はドラマの感情的な深みを増しており、視聴者に強い印象を与えるでしょう。またリンブーイの行動は彼の勇敢さと忠誠心を示しており、物語に緊迫感をもたらしています。中国ドラマ青函三乱第19話急転直下のあらすじは以下の通りです。老家の人々や賓客の前で皇帝から表彰を受けたチョン・シャオシャン、賞を渡したリンブーイは出征後には2人が会うことはないだろうとシャオシャンに密かに伝えます。その夜リンブーイは二房の長兄である老愛から兵翼軍の地図を受け取りますが、士官の申し出は辞退する意向を示します。叔父の老大夫が圧力をかけていたことは明らかです。その後リンブーイは兵翼軍での戦いに勝利し、楊湾府市を捕らえて凱旋します。しかし外へは反乱を未然に防ぐための激しい戦いを繰り広げ、一族はほとんどが命を落としました。生き残ったのは南翔くんと彼女の幼い弟だけでした。このエピソードは登場人物たちが直面する急激な変化とそれに伴う感情の動きを書いています。特にリンブーイーとチョン・シャオシャンの別れや老家の内部の力学、そして南家の悲劇はドラマの感情的な深みを増しており、視聴者に強い印象を与えるでしょう。中国ドラマ青函三乱第20話火花散る婦女たちのあらすじは以下の通りです。獄中の楊湾に対し古城の陥落について厳しい尋問を行ったリンブーイは、閣位への敵討ちとして楊湾を自らの手で成敗する決意を固めます。また古城への援軍要請に応じた生き残りを見つけ出すよう部下に命じます。一方老家からチョン家に縁談に関する話を持ちかける使者が訪れますが、チョン家側から破談を申し出ることを期待している意図が明らかでした。これに憤慨したシャオユエンイはチョン・シャオシャンを伴って老家に直接乗り込みます。そこで待ち構えていた老太夫人とその娘ローリーに対し、シャオユエンイとシャオシャンは老家王府の策略を遠慮なく指摘します。老大夫人の怒りが爆発する中、シャオユエンイの平手打ちが炸裂し、事態は急転直下の展開を見せます。このエピソードではリンブーイの過断な行動とチョン家と老家の間の緊張関係が描かれており、物語に新たな動きが加わります。登場人物たちの鋭い対立とそれによって生じる火花散るようなドラマが視聴者を引き込むことでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。